さあ、これから球場では始球式が行われます。オリックスバファローズでは今シーズン J リーグのガンバ大阪とコラボレーション企画、青き大阪魂の共鳴というそんな企画を行っているんですけども、その一環としまして、あ、ご覧の出てきました宮本選手、ガンバ大阪宮本選手が今日は始球式の大役を務めます。試合前には中村監督とも話をしていました宮本選手です。さあ、このどんな投球するのか楽しみな宮本選手です。ガンバ大阪宮本選手の始球式でゲームはこれから始まります。ワンバウンドになりましたが、キャッチャーのミットにボールは収まりました。ガンバ大阪宮本選手の始球式が行われた京セラドーム大阪です。河村さん、なかなか今ゆっくりしたフォームでいい投球じゃありませんか。そうですね、フォーム的には今崎さんどうですか。今のはちょっと緊張してる感じでしたね。あ、そうですか、はい、あ、サッカーボールはね、もう本当楽に愛するんですけども、野球のボールなんとか今キャッチャーミットには届いたという宮本選手の始球式が行われた京セラドーム大阪です。